はい、秘密警察24時のコーナーです。はい、パチパチパチ。今週は誰に聞いてきたんでしょうか。はい、中台記者ですね。中台ね。はいはい。対象レースは、はい、ですね、まずはこちら、じゃん、ユニコーンステークスですね。うん、はい、ユニコーンね。はい、今週ユニコーンステークスのデータできるというページを、うん、まあ、中台記者が担当なんですけれども、うん、まずこちらですね。一番人気、うん、おう、はい、一番人気6202ということで、うん、連帯率 80%、うん、気になるのはこれ2が何かですね。最後の2、うん、すっ飛んだのがどんな馬か、おう、見ていきましょう。はい、一つこれね、2006年アエローダなんですけど、このまま前走を見てください。前走京都新聞杯、うん、はい、4着。おう、で、もう一頭です。もう一頭は去年です、うん、おう、ナジアエクスプレス、はい、前走サツキ賞で、ね、うん、6着ですけど、おう、つまりですね、うん、前走がダートの、うん、今回一番人気の馬は連帯率 100% なんです、うん、おう、ってことはですね、今年は多分、うん、一番人気はこの馬でしょうね、うん、これね、ゴールデンパローズかな。そうだね、おそらく、はい、ゴールデンパローズの前走はご存知の通り、うん、ダートです、うん、はい、はい、というわけでこの馬が連帯外すことはないとデータ上は言えます。なるほど。ただし、ご存知の通り帰国初戦ですんで、うん、状態面だけでしょうね、うん、はい、でですね、先にちょっと印を見せします、うん、対抗はのんこの夢です、うん、これが前走同じコースのオープン特別、うん、清流ステークスっていうのはこれすごい吸い足で制した馬ですね。で、以下ちょっと多めに上げたんですけど、うん、これはなぜかと言いますと、うん、賞金900万、うん、2勝の馬が抽選対象で並んでいるからなんですね、うん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 、はい、で、こちらに載っている通りですね、900万の17頭中11頭が抽選で出走可能ということで、うん、この上げた馬の中から抽選に通った馬を買いましょうということです。もう一人です。はい、はい、日曜日の阪神からこのレースをピックアップしました。はい、ナダステークスですね。うん、はい、阪ですよね。はい、本命はこちらです、うん、一番端ランウェイワルツですね。まあご存知の通りオープンでもね、うん、実績を残しているまで、さらに1600万では、うん、58キロでも、うん、力が上だと思うんですけどね。うん、うん、はい、でですね、このレース湘南アポロンっていうのもありまして、うん、このまだあの柱を見ていけば分かるんですけれども、うん、まあ、先行はちょっと、ね、うん、花に行った方がいいよ。で、うん、もう一頭有力馬でテイム大パワーっていうのがあるんですよね、うん、これもちょっと先行気味の馬なんで、ちょっと人気をしそうな2頭が先行馬ということで、うん、紐穴を狙いたいなと、いうことで、はい、穴で注目しているのはこちらです。聖火フォルテですね。はい。ちょっとこの辺のレースを見ると、うん、後ろの方で競馬して、そのままっていうレースが続いてたんですけど、うん、2走前に先行したことで、ちょっと馬にやる気が戻ったのかなと。うん、で、前走僕これ、一押しのコーナーでも上げてて、ちょっと悔しい思いをしたんですけれども、うん、惜しい内容で4着でした。で、引き続き53キロのハンデ、末置きなんで、うん、1008も問題ない馬ですから、うん、ここはちょっとね、馬券圏内まで来てほしいなと思っております。なるほど。はい。うん、というわけで、ランウェイワルツ本命から、穴は成功されて。じゃあ、こんなとこね。はい、こんなとこで。はい、また来週。